斉藤七五郎から1926年7月23日は、大日本帝国海軍の軍人。海兵20機、海大4機。最終階級は、海軍中将。宮城県仙台に、事屋を営む斉藤七兵、衛、品の子として生まれる。成果は貧しく、斉藤は納豆売りなどで家計を助けた。宮城県立仙台中学校を経て、第二高等学校に進むも中退し、 海軍兵学校に入校。1893年12月に卒業。少位候補生として、不相に乗り組み日清戦争に従軍。1895年3月、海軍少位に任官。1896年10月、富士海港委員として、イギリスに出張。1897年12月に、海軍中尉に進級。1898年10月、 海軍単位に進級すると同時に、豊橋文隊長。金剛法術長、鳥海公会長、千代田公会長、クレチンジュフ副官を歴任。1902年、海軍大学校商工科講師学生。日露戦争開戦の直前、1904年1月に海軍大学校を対抗して第一艦隊参謀。前年12月28日に編成された。 連合艦隊の参謀を兼ねる。連合艦隊戦人参謀の有馬良立花中佐を中心とした旅順校閉塞作戦の策定に改戦前から加わる。第一回旅順校閉塞作戦に二川丸、第二回閉塞作戦にヤヒコ丸の格式館として参加した。同年3月、海軍兵学校教官に転じ、一時期は大本営付けを兼務。同年7月、 海軍少佐に進級。日露戦争の終結後、1905年12月に海軍大学校に復興し、1906年7月に卒業すると同時に再び第一艦隊参謀。練習艦隊参謀、出雲公会長、軍令部参謀、参謀本部部員を歴任し、1908年9月、海軍中佐に進級。 1九百十年二月からアメリカ駐在、翌年にはイギリス駐在となる。1 9十一年十二月に敷島副長。九9十二年十二月に海軍大学校教官に転じ、示。九9十三年十二月、海軍大佐に進級。九9十四年五月に海軍省人事局員。九9十六年四月に人事局第一課長、第二課長。 同年8月に、役も艦長。1917年に、第三艦隊参謀長。1918年12月、海軍少将に進級すると同時に、クレチンジュフ参謀長。1920年12月、軍令部第一班長となり、1922年12月、海軍中将に進級すると同時に、第五戦隊司令官。1923年6月、 練習艦隊司令官に転じ1924年4月、軍令部次長に就任したが、遺願を発し、1926年7月、軍令部次長在職のまま死去。万十6歳没。現、仙台市若林区荒町にあった聖火の敷地は、斎藤の遺言により1934年に、仙台市に寄付され、斎藤記念館が建てられた。戦後は、 公共施設用地となり、2010年まで立地していた、荒町市民センターが移転後は、斎藤七五郎記念元気広場として整備され、その一角に、斎藤の検証費と説明板が現存する。斎藤は、練習艦隊司令官として、豪州、ニュージーランド方面への遠洋公開を指揮した際に、多くの土産物を持ち帰った。これらは、斎藤の遺品として、 戦前は、斎藤記念館に展示され、戦後は、仙台市立荒町小学校に移管されたものの、存在が忘れられていた。2008年、同小学校の校舎改築の折に発見され、荒町市民センターが引き取って整理し、目録を作成した。遺品は、タペストリー、野市の工芸品など30数点に上り、2014年、 現在、荒町市民センター1階の娯楽室兼記念室に保管されている、異界勲章等、ありがとうございます。